ツイクロンは、ソビエト連邦、ウクライナ共和国で開発された使い捨てロケット。本項目では、ツイクロンと、その派生形を記す。ツイクロンには、派生型として、ツイクロン -2 と、ツイクロン -3 があり、アメリカ国防総省によってそれぞれ SL-11 と SL、SL-14 として知られている。 二段式のツイクロンマイナス2は1969年8月6日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から初号機が打ち上げられ2006年に退役した再着火可能な三段を特徴とするツイクロンマイナス3は1977年1月24日にプレセツク宇宙基地から初号機が打ち上げられ2009年1月30日の コロナスフォトン衛星の打ち上げをもって退役した。ツイクロンマイナス4は開発中で2015年に初打ち上げを予定している。グラオーインデックスは 11K67 でサイクロンとも呼ばれる。主にコスモス衛星を低軌道へ打ち上げる用途に使用されていた。ツイクロンマイナス 2A として表記される場合があるが、後に生産されたツイクロンマイナス2とは別の機種である。 ツイクロンミハイル・ヤンゲリによって設計された R-36ICBM を元にしており、1967年10月27日に最初の打ち上げが行われた。打ち上げはすべてバイコヌール宇宙基地の LC-90 車上で行われ、8機のうち7機が成功して1機が失敗した。初期型のツクロンは1969年に退役し、 以降は改良派生型のツイクロン -2 やツイクロン -3 が使用された。ツイクロンは、ユージュノエ設計局が設計して、ユージュマッシュが生産した。制御装置は、ウクライナ共和国のハルキウにある NPO、エレクトロプライバーによって設計された。ツイクロン -2 は、ツイクロン -M、グラオインデックスでは 11K69 としても、知られ、ソビエト連邦とウクライナで、 人工衛星の打ち上げに使用されたロケットである。R-36ICBM から派生したツイクロン系列の一つで、全長は39.7メートル。燃料を充填した状態の重量は182トンである。初打ち上げは1969年8月6日。2006年6月24日の最終打ち上げまで106回打ち上げられた。 引退当時運用されていた世界のロケットの中で最も信頼性の高いロケットの一つで106回の打ち上げの中で失敗はわずか1回だけで63期前期の打ち上げに成功したアトラス2に次いで2番目に信頼性の高いロケットである将来の近代化とアンガラロケットのような全ロシア製のロケットへの切り替えにより引退したツイクロン3は ツイクロン -3、グラオインデックスでは 11K68 としても知られる、ソビエト連邦とウクライナで人工衛星の打ち上げに使用されたロケットである。R-36ICBM から派生したツイクロン系列の一つで、全長39.27メートルで燃料を充填した状態の重量は186から190トンである。 初打ち上げは1977年6月24日。2009年1月30日の最終打ち上げまで122回打ち上げられた。2000年12月27日、6機のロシア製人工衛星を乗せたツイクロンマイナス3が衛星の軌道投入に失敗した。第3弾の電気系統が失敗の原因として疑われている。 アンガラロケットのような全ロシア製ロケットの開発や、毒性の強いハイパーゴリック推進剤を使用することが原因で引退した。ツイクロン -4、またはサイクロン -4、ツイクロン -4 は、ウクライナの商業衛星打ち上げロケットである。ツイクロン -3 に新たに開発された3段目と大型の、ペイロードフェアリングと改良された。 誘導装置を備えることにより打ち上げ重量と軌道投入精度が向上した。制御装置は JSC カートロンによって開発中である。ツイクロン -4 は太陽動機軌道へ1.5トン、低軌道へ5トンの軌道投入能力を有するロケットだったが、エンジンはロシアのエネゴマ主製で、ウクライナからブラジルへの輸出にはロシアの輸出承認が必要だった。 2006年の初打ち上げを目指して2002年に開発が始まったが開発と製造が遅延し初打ち上げの予定は2012年に遅れた2004年にはツイクロニオンによる衛星打ち上げ業務を受け負うアルカンタラツイクロンスペースが設立されている2008年にはブラジルが計画から撤退し代わりにロシアとアンガラロケットの派生機種の共同開発を行うと 報告された。しかし、2009年末に、ウクライナ大統領のビクトル・ユシチェンこと、ブラジル大統領のルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバは、最初のツイクロニオン4を2010年末に、アルカンタラから打ち上げることを含む共同宣言に、署名した。ウクライナは、ツイクロン -4 の設計の95%を、所有し、ロシアは5%の所有とされ、 ロシア製の部品に依存せずに製造することは可能だったとされる。しかし、地理的、歴史的に、ウクライナにとってロシアは最も重要なパートナーであり、ツイクロンマイナス4のような単一の計画のために、これまで築き上げてきたでロシアとの協力関係を損ねることは避けなければならない状況だった。ブラジルとの協力に合意した当時、ロシア、ウクライナ、 アメリカの合弁事業のシーロンチは一定の成功を収めていた。ロシアとしてはウクライナが宇宙開発の活動において自立することは望ましくなく、自国側の陣営に止めておく意図があったとされる。当初の予定では2010年に最初の打ち上げの予定だったが、ウクライナの政権交代、資金難、ロシアからの知的財産の問題のみ解決により遅延した。 2013年4月現在、2014年11から12月に打ち上げは延期され、2013年10月には2015年末へと、さらに延期され、その後2016年の打ち上げを目指して10億レアル、投資したが、投資額に見合った成果が得られず、2015年4月に、ブラジルからの打ち上げ計画は中止するとの報道が行われた。なお、 初号機の打ち上げでは、日本の国立天文台が開発した小型衛星なのジャスミンを搭載する予定だった。ツイクロン3の1段目と2段目を使用し、3段目は新しく開発された。2006年には、ウクライナとの合弁事業として、ブラジルのアルカンタラ車上からツイクロンマイナス4を打ち上げるためにアルカンターラサイクロンスペースが設立されたが、 2015年7月に中止された。他の打ち上げ施設として、バイコヌール宇宙基地やプレセツク宇宙基地も予定されると報告された。ありがとうございます。